大王義見は、中国の戦国時代末期の大の王。大は、蝶の亡命政権であるため、蝶の最後の王ともされる。姓は英、氏は蝶、意味縄か。蝶よしは、伊丹、女王の着長子として生まれ、大使に立てられた。だが、伊丹女王は長愛していた、将校の生んだ、君子戦を後を継がせるため、皇子義見を拝着して、皇子戦を大使に立てた。 痛み女王9年、痛み女王が死去すると、孔子戦が即位して、勇木王となった。勇木王8年、旗の将軍王戦は、朝の国土寒丹を陥落させた。勇木王は旗によって捕虜となり、朝は事実上滅亡した。しかし、孔子義美は一族を連れて、大に逃れた。そして、朝の大ブラに擁立され、亡命政権である大を立て、そこで王を名乗った。 大王義美は、縁王旗と結んで、旗に抵抗した。大王義美元年、縁の大使団が経過を用いて、旗王政を暗殺しようとしたことから、新軍が燕へと進行した。縁、大連合軍は応戦したものの、駅水の西で新軍に敗れた。大王義美二2年、縁の国とのあざみが陥落し、縁王旗と大使団は、両党に逃れた。その後、大義美は、 縁王置に、丹を殺して新王に首を剣じれば、新王の怒りは必ず解け、縁の社職は幸いにも続くことでしょうと賞を送り、大使丹を殺して、旗に輪を買うよう勧めた。縁王置は、大使丹を殺し、その首を旗に剣じた。旗王政はこれを受け入れ、進撃を中止した。しかし、この和睦は束の間に過ぎなかった。大王義六年、本いる軍は、 両党を攻め、縁を置きを捕虜とし、ツバメは滅亡した。王本はさらに大の地にも攻め入り、大王よしみを捕虜とし、大も滅ぼした。こうして、長は、名実ともに滅亡し、王党が耐えた。ABCDE、式調整下 ABCDEFG、式、旗はじめ後本義 ABCD、式四角列伝。ありがとうございます。